ちょっと少しだけ点滴してね、下痢止めと胃腸の調子を整える薬、はい、お腹の痛み止め、はい、抗戦症車両、それからあの 10g の低脂肪のご飯をおいとでも食べなかったんで、ここだと食べさせましたわ、うん、でそれにあのちょっとお腹の薬とか甲状腺ホルモンとか一緒でしょ、あれ、ちょっと この薬をですね、今日は飲んだんで明日から飲ましてほしいんですけど、何が入ってるかなんですけど、まあ、ビール止め、それからもうサプリと、これは消化管機能を改善、まあ、消化の機能を高める薬ですね、消化管機能を高める薬です。それから、シラーシ、これは甲状腺ホルモン、これと、ここはタウリ、まあ、ちょっと肝臓元気にする主要競争剤に入ってるんですね、タオル。それから総合ビタミン剤とちょっと甘くしてあります、肝臓と、あとはあれね、プロバイオティクス、腸の全体も取ります、腸のここではうんじしなかったからだけど、おそらく腸内環境を崩れてると思うんですよね。それからあと、あがり薬、これキノコです。キノコに、私たちが食べるキノコもそうだけど、あがり薬はこのベータグルカンがたくさん入ってて、この辺が自分で治す力を高めてくれる。これを1日2回。はい。で、今日はいいから、明日の朝から飲ませることと、それから、あとご飯なんですけど、うん、そう。やっぱり、朝もちょっとお話ししてて、腸、腸中脂肪をちょっとね、のバランス取れてるやつだから、あの消化器サポート低脂肪のドライですね。で、あと他に混ぜていいのはタンパク質、少々ね、まあ、10グラムぐらい1日に、ささみとか、お豆腐とか、魚とか、魚は白身。それから卵の白身、この辺をどれか 10g、まあ、分ければ5g、5g、それとあとは筋肉を作る野菜は BCAA というアミノ酸を含んだ野菜が、かぼちゃ、ブロッコリー、人参、これもやっぱり1日で 10g ぐらい、どれかでいいです、全部じゃなくて、どれかあればちょろっと混ぜて、だけどちょっと今うんちが緩いから、まずはこれだけで、これだけやって、それでちょっといいうんちが固まってきたら、またこういうのを混ぜてあげてもいいです。で、市販の缶詰はちょっとやめてくださいということですね。でまあ今日か、消化器サポート低脂肪を、10g に3時20分ぐらい、まあ、薬入れてね、あの消化器サポート低脂肪 GI ローファットドライを1回食べさせました。でも全然少ないですよ、10g だったら。あの子だったら多分、何グラムだったかな、80、90ぐらい食べてるんだよね。4キロだね、90ぐらいか。そんな食べんよね、多分ね。まあ、70から90ぐらい。1日でね。まあ、ちょっと1回に30か30、40ぐらい食べてくれるといいんですけど、まあ、お家帰ってちょっと
興奮してるから1時間ぐらい経ってからご飯をね食べさせてください。まあとりあえずそうね、うん、30g ぐらい置いて食べきったらプラス 10g やっていいですけどね、うん、で運気するかどうかおしっこするかどうか体重が3600。もしまた今度するうんちもいるかったら、うん、またちょっと外来で治療しますんで連れてきてください、うん、で固まる気出しがあったら、うん、食事療法と薬だけでいいかと思います、うん、どこ行くの目が見えない、うん、見えてない。だってもこの子すごいね、誕生日になりましたねそれも15歳のパサどうぞクリクリどこ声聞こえるのフィルターのフィルター、うん、でそれもね出しますけど、はい、この子何使ってたんだっけ。犬ってさあれあったっけ、レボリューションプラスってないんだっけ。レボプラマン ADK にしようか。2.55 ですからね。この 3.65。 じゃあどこケートがあるんだっけ。どこケートあります。3.6kg、うん、じゃあもう今つけとこ。じゃあフィラリアの予防、飲みの予防、はい、まだちょっとカバーされてないけど、フィラリアと飲みと消化管の寄生虫を予防する薬を今つけてきますから、うん、ちょっと抱っこして、うん、でこれ1個使ってるから13個入ってますんでね。はい、はい、ごめんごめん。じゃあそうするとこれつけとくと今度1ヶ月ですね。食べるやつにしたいんだけど、うんちるいからちょっとスポットの精査にしてきます。ごめんね。ごめんね。帰るよ。ああ、それとお口だ。お口をね、これ。まあ、うんちが固まってたんですよ。ここではね、こいつを基本的に、ただ、口触れるのめっちゃ嫌がるんですよね。ごめんね。はい、4滴ポン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 とこう4滴垂らして、ね、まあちょっとだけ。美味しいね。ペーストを入れてもらうと。もう痛いんですかね。痛い。痛い。痛いと思います。だから口触れるのがすごい嫌みたいな。はい。ごめんね。舐めるちょっと舐めるだけ。そう。何がいい？美味しいね。何歳になりましたっけ。15歳。すごい、推定ですけどね。この子って歯磨きペースを舐めるの、お家で。ね、絶対舐めない。舐めない。何もあげられないね。はい。じゃあちょっとこれ観察表つけながらね。緩、はい、かったらまた明日。緩、はい、くなかったら、まあちょっとずつ良くなるようだったら1週間後やって。はい。はい。ありがとうございます。はい、すみません。はい、止めて。